三島市に店を構える唐揚げの店若鳥です。今日の静岡さんは日本一の唐揚げです。こちら鹿児島の鳥になります。このひな鳥っていうか生後数ヶ月とかのやつはなかなかないので珍しいかなと思います。この若鳥の肉を4分の1に切り分け、衣をつけずに唐揚げにします。揚げ終わって塩を振りかければ出来上がりです。下ももになります。最初は暑いんだよね。これ何度食べても美味しいですよ。今年ね最高金賞になった。もうだからみんな常連さんはすごい多いとか言って、こっちからするとやっと取れたみたいな感じだね。もっと早くてもよかったのにと思いますけどね。先月開かれた第14回唐揚げグランプリ、土屋さんは素揚げ・半身揚げ部門で最高金賞を受賞しました。思わずガッツポーズしちゃいましたね。受賞式では店主になったきっかけを話しました。自分の店は祖母が60年やってきてて、本来は自分の父親が継ぐはずだったんですけど急死してしまって、自分高校出てサラリーマンやってたんですけど、ばあちゃんが80になったら店辞めるっていうことで、自分はそれで19から手伝い修行を始めて、ばあちゃんの味を変えずやってきました。智弘さんの祖母のりこさんは1960年唐揚げの店若鳥をオープンしました。智弘さんは4年前27歳の時に店を引き継ぎました。あとこの人がよくやってくれてるもんで、まあ安心してうちでのんびりさせてもらってます。でも昔はプレッシャーでしたよ。で今はやっぱ自分も自信持ってやってるんで大丈夫ですけど。とはいうもののドリコさんの目はまだまだ現役です。ちょっと包丁入れすぎるとこういう風にね切れちゃうけどね。ここね、味には関係ないけど、ね、見た目がね、今こう揚げた唐揚げは見ていかがですか。味はもうね、油さえ綺麗にねちゃんと管理してくれればもう大丈夫。はい、そうですね。この油はもう何十年と引き継いだ油なので、これだけは本当にもう誰にも真似できないと思いますし、教えることもできないですね。この油が命ですね。のりこさんが継ぎ足しで使ってきた油、この秘伝の油があってこそ若鳥のうまみが引き出せるのです。いただきます。ではいただかせていただきます。味わかんない。この味を残したいという思いが。そうですね、もうこの味とこのやっぱ素揚げっていう歴史をもうずっと残していけたらなと思いますね。やっぱあんまり多くないんで、こういうスタイルのお店が、まあ、まあこれは守っていきたいなと思いますね、ずっと、はい。だからね、いつも油だけは気をつけないよってね、口酸っぱく言って、油が第一だからね。